BMW4 シリーズ BMWM4M4 は、ドイツの自動車メーカーである BMW が製造、販売しているクーペ、カブリオレタイプのスポーツカーである。開発は、BMW のレース部門、モータースポーツ関連研究開発市会社である、BMWM によって行われる。同社は4シリーズをベースに、BMWM がチューニングした。 高性能スポーツモデルとして生産される。BMW のラインナップ再編によって、クーペ系が偶数シリーズとなったことに伴い、M3 クーペ、カブリオレイの後継モデルとして発売された。なお、本国仕様ではカーボンファイバー製ボンネットが装備されているが、日本正規輸入仕様は通常モデルと同等のボンネットフードに変更されている。2020年9月23日に、 ドイツ本国にて新型 M4 が発表された。なお、発売開始は2021年3月と発表されている。モデルコード G82 型となる2代目 M4 と初代との主な相違点は以下の通り。欧州規格ナンバープレート装着状態、BMW ジャパンは G82 型 M4 の日本製機導入モデルを G8 例型 M3 と合わせて2021年1月26日に発表した。日本規格ナンバープレート装着状態2本、導入モデルとしての特徴は下記の通り。2019年12月6日に M6GT3 に次ぐ新型の GT3 車両として M4GT3 が発表された。2022年シーズンのレース参戦に向けて開発を進める。 胸の発表がされている。日本のレーシングチームでは、BMW チームストディが購入を発表しており2022年のスーパー GT2M4GT3 での参戦を予定している。ありがとうございます。